チョリース寝起きのまえチャンネルでーす。はい、今日はですね、こちらのモンストをやっていきたいなと思います。はい、おはようございます。寝起きのまえチャンネル、前原です。前回の、寝起きのモンストガチャの時にテンションがやたら低かったので、ちょっと今回上げ上げで行ってみました。上げ上げでね、バランスだったけどねということで、今日はですね、モンストのちょっとガチャを引きたいなと思ってるんですけども、ちょっとね、ずっと前から気になってるの、これ初心者応援パック、これね、ちょっとずっと気になってるんですよ。モンストね、基本的に私は課金してないんですけど、1人1回限りの初心者応援パック、星6確定ガチャチケット、オーブ5個、オッケンチ10体、経験値たんまりタスの巣窟チケットがもらえるって、これ初心者応援パック、これがね、気になってんすよ。一回だけ課金していいですかこれだけ課金させてください、本当にごめんなさい。ね、これいくらなの？480円なんだ。480円ね。で、オーブも5個もらえるんでしょ？よくない？これ初心者応援、まあもうもはや初心者じゃないかもしれないんですけど、ちょっとやってみたいと思います。はい、購入します。きた、おお、これだ。星食確定ガチャ、進化神化の星食キャラが1体当たる。あ、オーブも増えてるね。オッケーオッケーオッケー、よし。ワクワクのみ特急以上付き、すげえじゃん。へえ、じゃあやってみましょう。ちょっと寝起きで口回ってないかもしれないけど、あ、ごめんなさい、髭も剃れてない行きましょう、ガチャル。おー、色違う、星6なってんね。ストライクショット。さあ何が出るかな。あ、お前さんか、お前さんか、ヘイムダル2体目。うわー、ちょっとなんか他の期待してただけになんかそうですね。まあでもこれいいんだよ、結構アンチ魔法陣だしね。そうですか。まあでもすごいね、神化して出てきたね。で、レベルマックスで、そうですか。あ、いっぱいになっちゃった。それでもう一つですね、ちょっとご報告があるんですが、最近レアリティ5制限の、レアリティ5以下制限 のクエストが増えてきたじゃないですか。で、それでレアリティ5で並べてたんですよ。で、ちょっとびっくりしたことがあって、ちょっとその前に取得順で並びましょう。で、取得順でね、これ最初の方にやったやつね、取得したやつで、トゥ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 っていくとですね、あ、これロイゼ、これ持ってたね、僕びっくりしちゃってさ、全然気づかなかった。ロイゼ今重心化来てるじゃないですか、これ育てなあかんと思ってね、びっくりしちゃった。昨日見ててロイゼ持ってました。あともう一体ね、この子カーリー、これも重心化来てるじゃないですか、全然気づかなかった。この2体はね、ちょっと育てたいなと思いますね。これ結構前なんだよね、坂本龍馬とアラジン出た時だからね。これ出てたのかな、ちょっと前の動画見直してみないと分かんないですけど、もしくはこの収録外でガチャやった時に出たのかもしれない。ちょっとすごいびっくりしました、これは。はい、ということで今回はですね、初めて、まあ、1回だけね、課金ガチャやってみました。今なくなっちゃったね、初心者応援パック。はい、あとなんだっけ、あとチケットなんかももらえてると思うので、それはおいおいですね、視力外でやっていきたいなと思います。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、グッド、ライク、高評価お願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。ふつチャンネル登録もよろしくね、よろしくね、よろしくね、あげあげでーす。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。